学びの向上クイックリポート。平成30年度さいたま市学習状況調査実施速報、小中学校算数数学をお伝えします。今回はどのような問題が出題されたのか、出題の趣旨とともに紹介します。まずは小学校です。6年生の四角15の問題です。この問題は X や Y の文字で表された式と場面を結びつけて考えることができるかを見るために出題されました。まず丸1の式に表される場面について考えてみましょう。足し算の式に表される場面であることに着目してみると、うはお菓子の代金100円と飲み物の代金 X 円の合計の代金が Y 円であることから、100たす X は Y で表されることがわかります。式に使われている数や文字、足すや引くなどの記号が何を表しているかを場面と照らし合わせて考えることが大切です。2年生の掛け算の学習を思い出してみましょう。画面の問題を式にすると、2×3 は6。2は一皿に乗っているリンゴの数、3は皿の数、6は全部のリンゴの数を表しています。2×3 は一皿に2個のリンゴが3皿という場面を表していますね。このように式と場面を結びつけて考えることはどの学年でも学習します。では問題に戻ってみましょう。それぞれの式に対応する場面はこのようになります。丸2の 100-X は Y では XmL 使ったことから引き算の場面となりますね。どうですか？先ほども言ったように式と場面を結びつけて考えることはどの学年でも出てきます。課題克服応援シートや基礎学力定着プログラムのワークシートを使うなどして確実に身につけましょう。続いて中学校です。2年生の四角4、括弧1の問題です。この問題は与えられた方法で作図された直線について言えることを選ぶ問題です。時間を取りますので問題を読んで解いてみましょう。必要に応じて画面を止めてご覧ください。時間です。答えは「え」ですか？正解です。ふう、作図の方法を読んで直線 AP がどのような直線になるのかを判断することが難しかったです。どのように考えて絵を選択しましたか？私は問題の図の点 A と点 P を直線で結んで、その線を見て判断しました。なるほど。先ほど答えるときに迷いがあったようですね。選択肢の中で正解以外で迷ったものはありましたか？ありました。私は他のあからうもすべて迷いました。なるほど。同じように迷った人が多いかもしれませんね。それぞれの選択肢の直線の正しい作図の方法は画面のようになります。先生、作図の方法はそれぞれ違いますが、作図された直線はどれも似ています。そうですね。だから、どの選択肢が正しいか迷った人が多いのでしょう。この問題は、平成28年度全国学力学習状況調査中学校数学 A で出題された問題と同じ問題です。正答率がさいたま市で 36.9%、全国で 30.9% と課題の見られた問題でした。正答は絵ですが、間違いのあ、
からうを選んだ人もそれぞれ結構いることがわかります。先ほどの画面にあるように、それぞれの直線がどのような作図の方法で書くことができるかを正しく理解することが大切ですね。作図の方法とできた図の特徴を関連づけて正しく覚えることが大切です。では、正解の絵について詳しく見てみましょう。丸1、頂点 A を中心として辺 BC と2点で交わる円を描き、その円と辺 BC との交点を点 D、E とします。頂点 A と点 D を結んだ線分 AD の長さと、頂点 A と点 E を結んだ線分 AE の長さは等しくなります。丸2、点 DE をそれぞれ中心として互いに交わるように等しい半径の円を描き、その交点の一つを点 P とします。点 P と点 D を結んだ線分 PD の長さと、点 P と点 E を結んだ線分 PE の長さは等しくなります。すると、画面のように四角形 ADPE は線対称な四角形になります。直線 AP は四角形 ADPE の対称の軸となっているので、対応する点を結ぶ直線 DE に垂直に交わります。よって、直線 AP は頂点 A を通り、辺 BC に垂直な直線になります。このように、作図の方法とできた図の特徴を関連づけて、正しく覚えることが大切です。他の選択肢についても確認しておきましょう。これで学びの向上クイックリポート平成30年度さいたま市学習状況調査実施速報小中学校算数数学を終わりにします。次回はさいたま市学習状況調査調査結果概要について配信を予定しています。次回もぜひご覧ください。